されたこの神だから、はあ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てた、私もショック。え、この話、ここの中、あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。まずい、角笛の音、きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。でもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。でもこれで、以前なら、でも今、
風魔竜が門戸城内を風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した私風書か図書
6308式ユニット。近くに来てくれ。何か匂うか？この神殿で少し予想外のスライム中はきっと賑やかなことに。ああ、ぼい四風守護のまわ。さてと、俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでよ、ゴルンだ。経験だ。長年旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ。どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。あ、これ。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。風と共に去れ。と、水元素だ。これで火は消せるよな。そうだ、鋭いな。神から称号をもらって騎士にならないか。きれいにしませんと。やっ、
こいつはどうだ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。可能性はある。早速やるぞ。おお、まさか神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士、お前がモンドを救うい、俺は騎士団本。そうだ、なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそくそく。普段は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。楽しみだな。
せっ、6308式ユニット、こうなるはずじゃ。7号式モジュール、おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。もう逃げ道はないよ。ちゃん、危ないのに何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問。基本的にそれ以外、
ずあなたをお守りします。準備完了。試合をしよう。私も少し本気を出そうかしら。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。ちょっとビリビリさせないとね。それ。なるほど。雷元素の石碑ね。雷の力。で起動させてみるわ。足元に注意してね。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。空域よ。ここから上に上がりましょう。ちょっとビリビリさせないとね。痛い。痛い。やみつきにならないでね。ちょっとビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないとね。
感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカ槌の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。逃がさないわよ。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは吟遊詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。これを壊せば帰って休めるわよ。ああ、それは風の塊みたいなもんだ。休めると思ったら俄然やる気が湧いてきたわ。風たちの地にある七天神像に行こうぜ。それを神に捧げるんだ。ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風の鷹セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスのトワリン、それが人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四方の風の中で、トワリンがそのうち、彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でもなんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間、これを読む。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。元素の流れも騎士団、もちろんそうだ、四風守護の神今後も入
捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。天神像の祝福をか。モンドの人々はあれを失われた風神の瞳と呼んでる。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石をツバメが加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら、心臓に風神の瞳を捧げると祝福を持って、
間に合いますね。これで間に合いますね。綺麗にしませんと。ここの心臓はあの怪物の影響を受けてるみたいだな。そいつを倒せば心臓を取り巻く風潮を払えるんじゃないか。はっ、thank you.
かせてください。えいっ、はっ、でもあなたの荷物になるわ。Yeah.
内の元素系もん、ふん、またような方がいるはずです。しませんと。
の重さは安心できます。甘い甘い。
岩の重さは安心できます。
様のお洋服を干したままでした。かえって洗濯物を取り込んでもよろしいでしょうか。岩の重さは安心できます。必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。ね、何か気持ちが晴れるようなことでもしましょうか。え、具体的にですか？気持ちが晴れやかになるなら何でもいいですよ。これで間に合いますね。
れいにしませんと。Thank you.
岩の重さは安心できます。助けが必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。Thank you.
6308式ユニット。ここで少し休みましょう。今お茶をご用意し、
勝ち。そうかしら。しか、実は食材、お前、オイラは失望。これで間に合いますね。あそこのお姉さんが手を振ってるぞ。行ってみようか。冒険者協会へ。観察。いえいえ、あなたから。彼女と一緒に。でも、冒険系。早速。待って。安心し、つまり協会に入ったらメリットだ。とにかく、これは協会からし。改めて入会を歓迎。これはあなたの冒険の証です。新人の加入は、これには会員の証、それと冒険、その時は印象、冒険。今はまだでは、今日頑張ってください。Thank you.